410、キャプスロックを解除してもう一度。シエスタ隊は書斎扉並びに全窓を小銃封鎖完了。物理概念他一切の通過が認められた場合、無警告で射撃することを大ベアトリーチェ卿に警告するであります。大天使衛星4機よりデータリンク誘導方式、氷結型概念誘導、しかも赤色弾頭と来たね。撃墜不能、回避不能、生存不能。ベアトリーチェ卿でもコッパみじんに。これはこれは、わらわが歓迎するはずが、されているのはわらわではないか。シエスタ姉妹まで引き連れての表敬訪問とは恐れ入る。近景退路遮断を完了したこと、謹んで申し上げ奉る上司ドラノール。今こそ罪を断ちて清めたまえ。ご苦労でした、ミス・ベアトリーチェ。あなたの態度立たせていただきました。扉からも出られず、窓からも出られない。だから目を伸ばさない。これ好きで、わらわを閉じ込めたつもりか。この書斎は夏姫さんが昨夜就寝前のご挨拶とやらからルドルフが扉を開けるまでの間、完全に密室だったということよ。ならお父さんがここにおらなあかんはずや。しかしお父さんの姿は影も形もない。こらどういうこっちゃというわけや。落ち着けと何度も言っておる。扉と窓を塞いだだけでこのベアトリーチェを閉じ込めたつもりなどと笑止千万。金蔵、遊ぶつもりだったが、どうやら客人にその気はないようだ。引き際を誤らぬうちに失礼させてもらおうぞ。いい、この命惜しくはないが、夏日のためにまだ死ねぬで。わらわの資料にはこう書かれていたはずだ。神出鬼没、どこへでも現れ、どこへでも消えるとな。わらわがある限り金蔵を捕らえることなど不可能よ。ここは後ろ宮家当主の書斎ですよ。そしてお父様が直々に設計に携われた部屋でもあります。扉を経ずとも外に出る仕掛けがあったとしても何の不思議もないとは思いませんか。そうだそうですとも。親方様が隠し扉を持ってたとしても何の不思議もありません。隠し扉？へえ、そんなものがどこにあるのよ。それがわからないから秘密の隠し扉なのですよ。この屋敷にはお父様しかご存じない仕掛けや秘密の扉がいくつもあります。直接見た者はおりませんが、この屋敷の人間なら皆うすうすは知っています。そうですね。はい、親方様しかご存じない隠し通路がある。確かに昔から囁かれております。確かに金蔵さんはそういう類の仕掛けは好きそうですな。しかも秘密の隠し扉でございますからね。私たちごときが探しても見つからぬのは無理もないこと。なるほど、悪魔の証明ってわけね。私たちには
この部屋に隠し扉が存在する可能性を否定できないと。そんなのデタラメよ、でっち上げよ。お父様の死を隠してる嘘がバレそうだからって、よくもそんなことを。そやて、この書斎のどこに隠し扉があるんや。その存在を証明してみんかい。証明不要、悪魔の証明である。隠し扉の存在は発見不能にして否定不能。よって金蔵がこの書斎より隠し扉に脱出した可能性を誰も否定することはできぬのだ。この部屋に隠し扉が存在することを許しません。どうして書斎の主でなければゲームマスターでもないそなたが赤き真実を。その上何か、隠し扉の存在を許さぬとも。それがミステリーだからです。ノックス第3条、秘密の通路の存在を禁ず。ミステリーはね、隠し扉など存在してはいけないのです。あしからず、この世に我らの神を除いて他に一切の神はなく、一切の隠し扉は存在しません。存在してはなりません。させません。我らの神への冒涜です。魔女も呆れる傲慢よ。呆れを通り越して痛快である。来たわね。魔女を貫く銃の臭み。相変わらず、聞いていて惚れ惚れする暴論だわ。愚かね。悪魔の証明なんてあやふやで、これまでは全てを逃れてきたのでしょうけど、ドラノールの前にもはやその手は通用しないわよ、ベアトリーチェ。やはりあなたも凡脈の魔女と変わりないです。失望します。ベアト、やはりすんなり逃がしてくれる相手ではなさそうだぞ。どうかもてなしてくださいな、ベアトリーチェさん。客人にお茶くらい出してほしいものです。三流で結構ですから。さあ、この密室書斎からどうやって金蔵さんが脱出したのか、青き真実で私に教えてください。よかろう、吠え面かくでないぞ。金蔵が扉より抜け出したレシートの仕掛けに気づき、元の場所に正確に戻した可能性があるぞ。すでに赤で否定済みです。書斎扉は23時以降一度たりとも開かれていません。金蔵は機内の魔術師で発明家かもしれぬぞ。体を霧にする薬を発明して鍵穴から抜け出したのかもしれぬ。そのような薬は存在しません。存在してはいけません。あるいはテレポート装置は発明していたかもしれぬぞ。その可能性とて悪魔の証明で否定不能であろう。そのような機械も存在しません。存在することも許しません。ほう、この世の全ての薬物をそなたは調べられるのか。未知の科学装置の存在を否定できるのか。できるわけがない。それが悪魔の証明、そなたにその存在を否定できるのだ。繰り返します。神の名においてそのような薬も機械も存在させません。未来永劫存在することも許しません。未来とな、ほうほう、そなたは人類の未来さえも否定してみせるというのか。ノックス第4条です。未知の薬物および難解の化学装置の使用を禁ず。人類の進化と未来が持ちうる知識と技術は我が神が決定します。そしてその存在の規定を永遠に宣告されました。よって未来永劫そのような技術の存在は許しません。許されません。
ベラトリッチ、しっかり。噂には聞いていたが、最悪の相性だな。夢も希望も未来の可能性さえ許さんとは、神々の傲慢恐れいる。さすがは魔女狩り執行人、生涯酒を酌み交わすことは叶いそうにないぞ。おやおや、天下のゴールドスミスも老いぼれたか。そなたの口からそのような言葉が出てくるなど、夜空に彗星を2つ迎えるより珍しい。老いぼれどころか、とうに死んでいるでな。そうであったな、すまんが。もうしばらくそうはさせぬぞ。それで終わりですか？私が出向くまでもなかった。失望です。まだであるぞ。今のはほんの小手調べ。そなたの手の内を探ったに過ぎぬわ。いと愚かなりや、身の程を知りたまえ、黄金の魔女。ベアトリーチェ卿。もはや遊びの時間は終わりだ。行くぞ。ならば金蔵が書斎の出入りをしなかったことを認めようぞ。そなたの密室を受け入れようではないか。金慶、ベアトリーチェは攻撃法を変更したこと申し上げ奉る。密室を破ろうとしてるのに、どうしてベアトリーチェ卿は密室を認めるに？多分この部屋以外の場所で金蔵の存在を主張するつもりです。大ベアトリーチェ卿のワークポータル再起動を確認。夏日は金蔵と書斎で話をしたと主張しているが、対面で話をしたとまでは言っておらぬ。すなわち金蔵が書斎以外の場所にいたとしても、会話が成立すれば矛盾はないわ。ロイはあなた。足の甲いただき。夏日はこの書斎で内線電話を使い、別の場所にいる金蔵と会話をしていたの。親族たちを嫌う金蔵が書斎に立ち入られることを予見して別の場所に避難していたとしても、何の不思議もないわ。おそらくそれは隠し屋敷クワドリアンかもしれぬぞ。筋は通るに。青き真実、有効であります。さらに行くぞ、覚悟せよ。夏日の言う金蔵が金蔵本人を刺さない可能性がある。夏日の言う金蔵とはこの部屋の別称かもしれぬぞ。金蔵はクワドリアンに避難していて連絡不能。夏日はこの部屋をお父様と呼び、この部屋で瞑想することで
金蔵より啓示を受けているつもりになっていたのかもしれぬ。動きを止めたわね。もうあんたの負けよ。それで終わりですか。前菜にスープで終わってはコースとは呼ばぬ。メインディッシュからデザートまで一気に下って腹をぶちまけて死ね。密室ゆえに脱出不可能というならまだこの部屋に隠れている可能性だって否定できぬわ。隠し扉ではないぞ。例えばベッドの下とか天井裏とか。悪魔さえ知りえない、それでいて実にさりげない死角に隠れているかもしれぬな。あるいは金蔵より特別に自分の代行を命じられたナッジ、自らを当主代行であると同時にもう一人の金蔵だと自覚したかもしれぬ。つまりナッジが同時に金蔵でもあるという可能性だ。まだまだあるぞ。金蔵は昨夜の23時の時点で窓から脱出していたの。そしてナッジがそれを見届け窓に施錠をした。これでも何の問題もないぞ。いや、むしろ一番美しい青き真実ではないのか。どうだドラノル・エノックス。この密室より脱出する方法などいくらでもあるわ。我が主に立てつく愚かさを知れ。お前には何の反論の必要もない。そのまま破れて永遠に眠れ。他にも思いついたら使ってやる。今は静かにしておれ。どうか魔女狩り人ドラノール。魔女を次々串刺しにして火にくべてきたそなたが逆に魔女に串刺しにされるのはどのような気持ちか。さすが魔女は怖いね。へりくつじゃ勝てんに。ノックス十箇条にも転職しません。有効です。見事です、ベアトリーちゃん。この書斎が無人で密室だったとしてもそれだけでお父様の存在を否定させるわけにはいきません。波の相手ならこれで決まりと思うところだがな。だがあやつはドラノール首席異端審問官、実家を破った自分の父さえ切り伏せた冷酷女よ。金蔵、今のうち。うん、いかがですか皆さん。この書斎のことをどう問おうともお父様のご健在を揺るがすことなどできないのです。おやおや、おっしゃいますね。あなたもそして私もこの戦いの一部であることを忘れない方がいいですよ。私に魔女と戦うことはできませんが、あなたと戦うことはできません。